ねえ、あれ何？なんか竜飛んでるよね。見間違いかな？よし、次に目指すわ。どうやな。なんかこっちの方に見えとったよね。あれ、こっちじゃなかった？あ、あれあれ。あの塔に向かおう。ということで、ここは、どこから向かえばいいんかな？こっちから行けるんかな？この辺あれじゃない？夜になったらさ、骸骨ボコボコ出よったとこやねん。別にこの辺じゃなくてもボコボコ出よったかもしれんけど。こんな斜面をよく走れるよね。絶対こんなとこ走れんわ。あ、ここ遠いかな？ちょ、とりあえず、あっち側渡っていく？いや、でもこっち側にあるんかな、あれは。わからねえ。体力回復しといた方がいい？なんかいきなりさ、骸骨とか出てきてさ、ゲームオーバーってなりそうやない？あ、この辺は走れるんや、まだ。ちょ、待って、降りて降りて。トンボとか飛び寄る。虫捕まえたいね。そうでもない？いや、やっぱこれ向こう側渡った方がいいんじゃ、渡れね？もしや。そんなとこ走る場所じゃねえよ。これ行けるんかな？とりあえずあっこまでたどり着いたら降りれそうな岩場があるんやけど。持ってくれ。持ってくれ、オラの体。あ、やべえな。これ大丈夫かな？あ、いけるいける。適当か。よし、こっから。何あれ？え、何あれ？いや、びっくりした。いや、君らじゃないんだよ。弓とかふざけんなし。うん。頭を拾うんじゃないよ。えいしょ、オッケー。弓はもう多分拾えん。何？後ろから来てる？誰か。来てないか。よし。ねえ、あれ何？なんか竜飛んでるよね。見間違いかな？あれってさ、狙えるの？狙ったらなんか殺される？あ、届かないわ。あれ敵？ねえ、あれ敵？私死ぬの？あの塔目指さない方がいい？え、敵かな？なんとか族の集落の方先行っとく？いや、でもせっかくここまで来たんだ。あ、キースの大群おるわ。ちょっと待って、私回復しといた方がいいよね、多分。回復、回復。なんか回復アイテムもさ、減ってきたな。どこかしらでね、なんか食べ物を調達した方がいいよね。ふぅ。ほら、あれなんかさ、こんのかーい。いや、来るぞ、これは。てててて。こんのかーい。くっ、来る。お、すげえ、体力減ることなくいっぱいやっつけた。イエーイ。あれさ、近づいた途端になんかシャッってこっちを振り向いてさ、オコブリンの集落がどんどん進化していく。なんかすげえ遠くまで行った、あの竜。さっきまでこの辺うろうろしよったのにね。大丈夫かな？私死なないよね。とりあえずあの竜がなんかあっちの方におる間に。あ、この辺、拾えんかった。ただの花か。ハイリア大橋。いけるの？これ。なんか、何？誰？あ、君ら。君らっていうか君。へいへい。弱いな。なんかあれが通り過ぎてから行きたいよね。よいしょ。ここからなら、届かないんだな。届かないんだな。一応こんな巨大な竜にも挑もうとするやつ。
いやー、怖っ。これ敵なら嫌よね。だいぶ嫌よね。味方な気はせんけど。今のうちに通り過ぎてしまいたい。お、なんかあっこにおるよ。何あれ、ボコブリンじゃないよね、多分。え、ボコブリン？ボコブリンではない。なんかよくわからんけど、ボコブリンではない。でも、気づかないもんなんだな。ね。やっつけようか。やっつけれるんかな？呼ぶの？え、怖い怖い怖い。なんかすげえスピードできちゃって。弓使い、お前。って。どうよ。ちょっと待ってね。兵士の剣。この辺取れる。漁師の森。漁師。主に大型の魚を取るために使う道具、漁具か。鋭く尖った先端を持ち武器としても使える。逃げる魚をこれで仕留められれば一人前の漁師。あ、魚に使えるんや。ちょ。おう、やっつけた。なにこれ？これリザルフォス。リザルフォスの角、リザルフォスの頭に生えている曲がりくねった角、硬くて料理には使えないが、薬の材料なのでお店で買い取ってもらえる。売る専門ってことかな、あれは。リザルスピア。一般的なリザルフォスが装備する槍。波打つ刃を持つ槍、相当かなが特徴的。あまり頑丈ではないので長く使うには心もとない。武器で、松明とかもういらんのじゃないかな。どう？一応持っとく？で、こっちの漁師の森の方を持っとこ。で、そうそう、この宝箱を倒れてる。開くの、その状態で。ゾーラの槍。ゾーラ族に広く一般的に使われている槍。漁だけでなく、外敵から里を守る戦いにも使われる。特殊な金属で作られているので見た目より軽い。ほうほう。ということは、漁師の森をちょっと、なるほど。今ので狙いを定めるんやね。で、魚を取ると。うわ、びっくりした。めっちゃびっくりしたんやけど、やめてや。やめて、マジ。ふぅ。リザルブーメラン。なんか君たちいろんな武器持ってるね。リザルフォスが好んで使う湾曲した剣。直接切りつけるだけでなく、ブーメランのように投げて使うこともできる。なんかさっきからさ、いろんな武器を君たち持ってるんだけど、全然拾えないんだよね。もういいや、松明捨てちゃいい。は、てやー。よし。ゾーランの槍構えとこ。ん？この辺は？これも新しい。錆びた両手剣、長く放置されて錆びついてしまった体剣。武器として使うことはできるが耐久性は低く、何度か使うと簡単に壊れてしまう。でもあれよね、攻撃力が高いね。鉄のハンマー。ああ、でも、この辺と同じような感じか。じゃあ、ちょっと放置しておこうかな。これは？錆びた槍。大昔に騎士が使っていたと思われる錆びついた槍。長く雨風、風雨にさらされたせいか、相当の痛みが激しく耐久性は低い。なんか、いろいろ新しいものがあるんだな。この辺の樽とか中に何も入ってないん。すげえ吹っ飛んだ。特になんもないね。この辺あれか。なんか、その、漁師がどうたらこうたらとかそういうことをいっぱい書いてるけど、ゾーラ族の里があるってことやね、この先に。なるほど、なるほど。あ、それがこの目的地。あの辺か。ね、印の場所。あ、ってことは、あの塔に行くプラス、ゾーラの里があるんや。あれ？そういえばあの竜は一体どうなった？消えたよね。なんか、いつの間にやらあの竜消えたんだけど。どういうこと？幻ですか？なんかちょっとさ、ボコブリン以外の、ボコブリン関係以外の敵をさ、久々に見たというか、ちょっとびっくりしたね。
そっか、そういう地方が変わってきたら、いろんな敵がいるもんだな。この辺でちょっとリンゴを調達しておこう。よいしょ。この上の方にも、この辺のさ、リンゴとかいっぱい取っていくけどさ、私。あれかな?ちゃんと、よいしょ。取れる?あ!風が強いって。ちゃんとさ、もう一回鳴ったりとかするんかな?なんか取り尽くしてしまったらならんとかないよね。あ、取れない。諦めよ。お、ボコブリンじゃないか。なんか懐かしい感じするよ。何これ、罠?え、罠?なんか今さ、ボコブリンの大群が出てきそうな感じの声がしたんだけど。そうでもないの。あ、ここになんかおる。あれ多分ボコブリンなんやけどさ、なんか防具身につけてない?確実にあれなんか身につけとるよね。怖っ。はっ。リンゴを取らせて。お、朝が来たのか?よいしょ。さあ、食べ物いっぱい調達しておこ。あれなんか投げてくるんかな、上から。あら、ボコブリン。あ、弓や、弓。あ、ちょっと待って。あのさ、あれじゃない?ちょ、早く上がって、早く上がって。さあ、ティアティアティア。落ちてった、落ちてった。確かさ、こっちの方やったよね。塔。ちょ、そこから撃つのやめてください。あ、そっか、雨降ってんだ、今。滑り落ちるわ。ちょ、横移動して横移動。そうそう、そっちに行ってほしいの。さあさあさあ。とりあえず落としておけば大丈夫だろ。くそ、雨が降ってるよ。雨を止んでくれ。お?何あれ?ここボコブリンの集落かなんか?そういえばさっき入り口あたりにボコブリンおったよね。罠とかもいろいろ仕掛けちゃってさ、あ、あれや。あったあったと、お願い、塔まではたどり着けますように。雨で滑るけど、いけるかな。お、いけそう、いけそう。うおー、なんか、いや、いっぱいいる。こいつらの集落もあるんすか。マジかよ。しかもなんか防具いっぱい身につけてね。さあ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 。うお、マジか、死んだ。体力見てなかった。やべえ、どっから?どっからだ?結構遠くからとかになりそう。リトライ。くっそ、ここからか。ちぃ。とりあえず、あっこはもう越えたんやね。なるほど、あっこの、塔に向かう間に、なんかあの、誰やっけ、リザル、なんちゃら、がおるわけや。くそー、あっこに向かいたい。でもあれね、私いつも思うんやけどさ、塔に登るのがすげえめんどくさいんやけど。ねえ、それを言ったらおしまいなんやけど、ちょっとこの辺からもう行ったればいいんやない?行けるでしょう。うわー、なんだなんだ?何君ら。え、やっつけれない。あの、あれっすか?岩ロックたちの仲間ですか?なんか、岩ロック古文とかじゃない?ね、全然攻撃当たらんかった。全くもって攻撃当たらんかった。あっこの正面に、あれがおるんや。なんてことだよ。あ、びっくりした、キツネか。焦るー。あっこの正面にあの敵がおるってことやけん。ちょっと裏の方から回って、行こう。見つかりそう、見つかりそう。こっちの方にはおらん?お、おらん、おらん。いけるんやない?
かっていう男子だったら見つかるっていうね。あ、上におる、上に。上じゃない。しかもボコブリンやし。こっちの方面から攻めたらボコブリンがおるんか。ボコブリンならね、まだ弱いけん。まあ前に、コテンパンにやられたけど。ボコブリンに。あれは何？え、何あれ？え？え、怖っ。何あれ？なんか、人型の敵がおったんやけど。とりあえず、あれ？この辺ボコブリンおらんかった？さっき。もうちょっと下？かな？なんか至るところに罠があるね。さあ、向かうか。向かうか。この辺なんもおらんみたいやし。マジか。何気にこんなところに、ちっちゃい川あるやんけ。渡れるかどうかわからんけん、ちょっと避けていく。湖の塔、たどり着いたよ。イエーイ。この塔を上がっていくのが毎回毎回一応時間かかってね、好きじゃないんよね。好きじゃないとかそういう問題じゃないんやろうけど。なんかさ、もう塔見つけた時点でさ、ワープできるようにしてほしいよね。てか、エレベーター欲しいわ、エレベーター。よし、ここで一旦。ふぅ。リザルフォスやっけ？ああ。料理しよる。料理しよるわけじゃないかな。なんか横にまた見たことない武器みたいなのあるけど。んで、ほら、あのなんか、松明を持ってさ、踊るように走り寄る奴らよ。怖くね、あれ。あの、松明を持っとる敵にはさ、ちょっとしたトラウマ的なものが、ね、ボコブリンに、ぼーって燃やされる感じの。あれ、嫌やわ。また燃やされそう。まあ、今私、ボココンボは持ってないけん大丈夫やけど。あ、これさ、上の方登ってったら、またかかりこ村に行った時みたいにさ、上の方からゾーラの里の方面に向かって飛んでいけるんやない？パラセールで。それで、そっちの方向に向かって追い風でも吹き寄ったらもっといいんやけどね。こっちの方面か。あの辺か。どの辺かよくわからんけど。まあ、とりあえず、上の方から望遠鏡で一旦見てみよう。晴れてくれんかな？めっちゃ雨降りよるよね。あ、やんだ？雨はやんだんか。でもすげえ曇っとんやけど。晴天になっていただきたいわ。とりあえず、次あの、女神像やっけ。女神像に何かしらお願いするときには、次こそ頑張りゲージの方を。なんか、こう、バツ印あるよ。あの、左下のとこ。罠かなんかかな？なんかよくわからんけど。何のマークやろ。お、お。あ、まだもうちょっとか。まだあと一段階あるんか。着いたかと思った。だいぶ晴れてきたね。よいしょ。ゾーマ族か。一番最初にゾーマのところにたどり着くみたいだ。あ、でもなんか、思ったより遠くなかったね。まさかの塔を目指してきたらそのまま近くが、ゾーラの里っていう。もう着く？おー、着いた！やったね。さあ、これで、この周辺のマップが、追加されるだろう。シーカーストーンを確認しました。シーカータワーを起動します。イェイ！制覇したぜ。この辺は湖の近くで水が多いけん霧がいっぱいなんか立ち込めとるってことかな。さあ、ここでワープ地点に登録できた。周辺情報の入手を開始します。ん？入手を開始します。なんか、なんていうイントネーションが逆になっとった。さあ、来たよ、これで。マップが広がった。イエーイ。ほんとや、すげえ湖が真ん中にドーンと。周辺のマップが追加されました。
よし、そして目的地の方向、こっちか。この方向ちょっとあの辺かな？見てみよう。全くわからねえ。木が生い茂っとるなーとしかわからんねえけど、あの辺？どの辺よ。方向的にはこっちなんよね。あっこになんか燃え盛る炎が。あれは何？塔？祠？なんかわからんけど。あっこにも塔あるな。じゃあとりあえず、こっから飛び立ちますか。え、こっから飛び立って、でもあっこ多分、あれが湖か。あの辺湖？かな？多分。あ、いやね。湖やね。そして、目的。目的地はこっちの方。まあ湖に落ちないように。あの辺の森、なんかすげえ鬱蒼としとるけど。なんか敵とか大量に出そうやね。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。